こんにちは。今日は炭鉱大学を案内します。よろしくお願いします。まずは文学館です。この橋は白くて中国っぽいです。わあ、確かに綺麗ですね。文学館はもう一つ特別なところがあります。何ですか？文学館はエレベーターがありません。なので階段を上らなければなりません。そうですか、大変ですね。ここはポスター街です。さまざまなイベントが行われる場所です。そうですか、にぎやかな場所なんですね。はい、そうですよ。あ、そこにベンチがありますね。ちょっと疲れたので少し休みましょう。それなら一緒にご飯を食べませんか？いいですね、お腹空きました。では何か食べに行きましょう。